お久しぶりですね。<laughs> お久しぶりやね。お久しぶりですね。いきなり。なんかそのまあいきなりああの前ベストテープのコーディーさんに来てもらいました。はい,いありがとうございます。ます本当にいつだっていきなりあなたたちは。<laughs> 昨日言うてな。はい。 いやちょあのこないボイラーラジオ取ったのよ。はいはいはい聞きましたよ聞きましたよ。その時にそうそうそう、はい、あのねマイベースの話もちょっと出たからさ。はいはいはい。あなんか撮りたいなと思って。はい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 。いちょっと思い立っていやってみました。はい、いやーありがとうございます。<laughs> なワサコワサコラジオあれ半年ぶりなんですよね。はいはいはい、あそうみたいねどうやら。すごいなもう半年経ったねその前。<laughs> 更新してから半年ってことですよね。<laughs> そうびっくりしたね。なんか僕多分出るの一年ぶりぐらいってことっすよね。多分じゃあ。まあそうかもね。なんか一年前死ぬほど出てた気がするんですけど僕。あなんかちょいちょい確かに。は,はい。<laughs> なんか困ったら僕みたいな感じのところあったんですけど。 <laughs> ああまあねあの、はい、その辺による人なんか適当に使うもってその撮影だからいや懐かしいないやでも <laughs> 久しぶりに聞けてニヤニヤしてましたよ <laughs> あーこの間のやつねはいそうですそうですあすいませんなんかちょっとねマイクいや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 というかまあ他人いじりをしちゃっただけ <laughs> いや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 ,いやでも本当のことしか言ってなかったですからね <laughs> 本当に めちゃくちゃ、めちゃくちゃおもろかったですから。うん、めちゃくちゃおもろかったな。うん、<構>なんか、あのコーラスのやつですよね <laughs>、うん。そう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 。僕が歌取りでさっきに入って、で、高尾が後から歌取りもあるんで。うん、後で入って。うん。で、二人が終わったぐらいのタイミングで、うん、ゆとタニーがコーラスで参加してて。うん、そう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 。それでコーラス全員歌うよみたいな。で、一人ずつのパートで歌ってこう、うん、みたいなね。うん。

全力,で全力で歌った後のあの俺らはおもろかったんですけどタコだけマジな顔で <laughs> お,前お前それマジマジでやるよって <laughs> 言ってましたもん、ね、いやめっちゃおもろかったっねいやありがとうございますおかげでいい CD ができましたそうよねはいそれが今度明日やもう26日そうっすようんいやあそういうことではいありがとうございます いやーおめでとうございます。いやありがとうございます。本当にもう、うん、ショーンさんのおかげで無事に <laughs> 本当に無事に出すことができますね。<laughs> うんいやーでもいいしいいよね。いやーあれ与太いそうやって言ってもらって取、うん、ってくれた方にそんなこと言ってもらえたら嬉しいすですね。でもう普通にあのただ一ファンで。はい として、何回もリピートしてる、はい。ああ、ありがとうございます。嬉しい。別になんか確認、音源の確認とか、そういうのじゃなくて、シンプルに聞きたくていた、はい。ああ、嬉しい。ありがとうございます。<laughs> なんか本当に、なんか思ったよりすんなり終わったっすもんね。うん。なんかもう、ねうん、ミックスとかも、正直何にも要望なくて。<laughs> なんか素材で、素材でどうぞみたいな。 うん、感じなところがあったんでもう本当に、うん、本当にね CD とか作んないですからね僕らマジでそうよねマジで遅いやけど本当に <laughs> 本当に間に合わせてもらえて本当にありがとうございますいや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 うちは別に大したことしてないけどい何とか間に合い,に合いそうな <laughs>、まあ、曲を曲を曲を間に合わせてはい 間に合わせられてよかっほ<や>本当にね <laughs> レコーディングの予定立っとのに曲できてないっていうことの方が <laughs> <な> <laughs>、うん、ありましたからね、うん、いやいやそこもなんとかなんとかもうそうですねまあ慣れっこですよそんなの <laughs> まあギリギリにならないみたいなね, <laughs> そ,うねそう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  分かる分かる俺もそういうタイプやいやほんとにそこでの底力みたいなところあるんでうんああ懐かしいっすわいやでも新曲結構好きよいやほんとっすかありがとうございますうん嬉しいそんなこと言ってもらえてこうやってライブってやってるんえっと一個ああの「俺を待っている」の方はこの前初めてやりましたねあそうなんやうん 一回だけやりました <laughs> このファックの方はまだ一回もやってないです、うん、あそうなん、ね、はいいや俺を待っている結構好きかも、ね、いやありがとうございます本当に。に <laughs> んか、まあ、この間のラジオでもちょろっとだったけどポップな感じで、ね、んかなんか今までなかった感じやなポッ,プポップですよねノリノリというかもうめちゃくちゃポップに めちゃくちゃゃくポップに仕上がりました、うん、も<う>なんか新しいマイベスが見えたう <laughs> そうですねなんか本当、うん、全体的にそんなそんな感じなんかなんてうまいこと言えないですけどこの4曲いい感じにまとまりましたもんねん全部違う,う,思う全部違う感じでなんかそれが本当結構僕,も僕自身も気に入ってていい、うんまあ、いい4曲で。 の CD 一枚になったなと思って。そうなんかちゃんとこの四曲だけやけど今のマイベストうまくパッケージングしてる感じが。そう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 。あっていいなって思いました。なんか <laughs> 若さ若さはもう完璧に抜け切っちゃってるんで。<ー>もうでもなんかなんなんていうかな。 重ね,重ねたこその味みたいなのがそ最近になってようやく出,て出始めたんじゃないんかなっていうのは自分の中でありますねうんうん、うん、そうよ、ねはいまあライブとは、まあ、最近あんまり見れてないけどライブの感じもそれは結構あるなっていうのは思ってたよね。 いやもうマジなんか若干苦労とかが出てるんですかね本当に苦労 <laughs> とかに言うな自分 <laughs> いや,いやほんまにさ売れる手がかりり足がかかすらないまんまん苦労とでも悔しいけどそこが自分の良さなんじゃないんかっていうところもあるったりするんで何とも言えないですけどね いやもちろんもちろんもちろんはいなんでもなんかい,<や>いいいいいいいと思ういやあありがとうございますその、うん、それこそ久しぶりに、あのー、ショーンさんとかにもライブ見てもらえるんで明日そうね、うん、めっちゃ楽しみっすよでこっちも見れるし本当にそうよ <laughs> 久々のライブですからこっちもいやなんか全然あれなんですけど、うん、この前あのー、ギュンちゃんとあの弾き語りのイベント誘ってもらって、うん、ギュンちゃんにあのー イベント誘っっててもらって僕き語りで出てたんですようん、うん、でギュンちゃんと一緒にやってでその時の出演条件が僕ちょっと親不孝聞きたいって言ってたんで、うん、親不孝をしてくれるやったら出るみたいな「あ分かったじゃあするわ」みたいなちゃんと約束して、うん、でその日当日迎えて、うん、別にその日は何も言わんかったんですけど僕。えっとら本当にちゃんと覚えとってくれたでしょうね。うんえー、ででそれ それでなんか、あのー、親子バッチリで。大丈夫、隣でな、なんか、なんか、なん、なんかもぞもぞ言ってますけど、大丈夫ですよ。<laughs> なんか、幸せな家庭がこ,<ー>こぼり出てるけど、大丈夫。<laughs> ちょっと待った、しょんさん。<laughs> 何何<々>。ちょっと待った。<laughs> はいはい。この声は。<laughs> 入ってくるやん。入ってくるやん。 うん子供が入ってたからもう一緒に入っていくわ <laughs> あなるほどね、うん、あどうもお久しぶりお久しぶり元気 <laughs> はい元気ですよ <laughs> こちらは元気そうですねそうですね相変わらせていただいてますこれ翔 <laughs> さん大丈夫ですかえ何が大丈夫ですよそちらが大丈夫なの僕らは全然大丈夫ですほんまに <laughs> <laughs> あの初めてこう、おこがメディアに出るけど、大丈夫。<laughs> <laughs> そうですね。デビュー宣で <laughs> 今日ラジオで。ええ <laughs>。まさこイディをデビューしちゃけど。しよかったね。見たかったみたいだわ。<laughs> あ,あ、そう。うん。いや、行きたかったよ、明日。あ、まあ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 。来てほしかったよ、ねね。いや、見たかったよ、ボイラー。 <laughs> いやイベスもだけど <laughs> あいや本当にそうそれでその前い一緒に玄ちゃんとソロでやった時に玄、うん、ちゃんがその親服をバチンってやり始めたんですよ。の時にす,すよなんかあ,やあいつマジめっちゃすごくなっててなんかこんなこと言うのはあれなんですか <laughs> んかこういう言い方したら変に聞こえられたら嫌なんですけどね <laughs> めっちゃなんかもう爆裂爆裂してたんですよ。 うん、なんか後ろで背景で見えるんすよボイラーの影みたいなとかな,るほど、ね、なんか今まで今まで出会ってきた人の背景みたいなとかがんなんかううすら見えるような感じになっててあれまあまあロックの神様に近づいていってますよオタクのボーカル <laughs> ロックの神様あそうだねだいぶ近づいてますねビビってなんかその本当に

ちょっと一方的にやられた感じではあったんで。うん。でもまあ、バンドになったら、まあ、まあ、まあ、負ける一切,一切しないんで、明日ちょっと、まあ、やり。声は、やり合いたいなと思ってるんですよ。<laughs> な,るなるほどね。はい。いや、楽しみにしてますよ、マジで。いや、楽しみにしてください。それも。ぎ <laughs> すぎてるよ。大丈夫。か <laughs> 大丈夫か。大丈夫。大丈夫ですか。シャオさん、いい、いい感じのところは、まあ、プツしとってくださいね。 <laughs> いやカットしないよ基本的に,に <laughs> あ本当っすか。もう<や>そのまま。そのまんまの素材そのままでお届けしますから。いや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 ありがとうございます。そっかそっか。いや本当にでも出演よく決めてくれましたね。でこんこんな長々話しても大丈夫っすか全然。大丈夫っす。大丈夫ですか。もうちょっともうちょっとぐらいなら。あ本当っすか大丈夫っすか。<laughs> いや本当によく決めてくれましたね。いや,いやでもまあね。 あんだけこう熱い誘いがあればね。ああいやありがたいっすよね。思い思い越しがようやく上がるというか。<laughs> あ本当にね <laughs> わざわざ遠いところからに。いやいやいやそれは全然全然。みんななんかそのまあ,まあボイラーだけってわけではないですけど、うん、やっぱ出てくれるメンツもみんななんか本当にねありがたいなってやっぱ思うっすよねこういう時。 いや、そうだ。その辺もちょっとこの今回のラジオで聞きたかったんですよ。明日の<ー> <laughs> マイフェスについて <laughs> う。うん、うん、なんかなんか本当に友達ばっかみたいな感じですよね。うん、なんかそう。なんつったらいいんかな？なんかもうもう成功してますよね。 うん。<laughs> 簡単に言うたら。<laughs> いや、いいっすね。うん、そう思える。イベントを組んでる、うん。うん、うん、うん、なんか。<laughs> もう、もうここで完成し。してるなっていうのがあるんで、うん、もう明日は本当に無事。無事迎えられて、無事終わることだけって感じですね。<laughs> なるほどね。いや、はい、本当に。うん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 。まあ、でも、それはそうよね。 このラインのを見ると、そうなんすよね。かわ、可い。いや、可愛い声が本当に。い声が聞こえてます。いや、朝子レディオって観客ありやったんですね。初めて初めて知ったんですけど。え、何？観、視聴視聴視聴者ありで生放送リアルリアルタイムで。 公開収録開収録してたんですね <laughs> 初めて知ったんですけど <laughs> <laughs> そんな感じになっちゃってますけど <laughs> いや本当にいつぶりのライブあのーサブライロックのぶりのライブですか <laughs> そうよ <laughs> <laughs> どうしたいやめちゃくちゃあの幸せなラジオになってます <laughs> あ本当ですか本当ですか <laughs> いやいい感じでお届けできてよかったです <laughs> いやほんまにサムライロックぶりのねえライブでそれこそ練習とかしてるんですか使ったセトリ決まってるんですか決まってるよへえいいっすねやっぱりまあサポートがまあ岡野さんやからはい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 まね魚の時とかは当日に決めたりしてたけどそれなるほどなるほどな 一応ね。決めとかなっていう感じ、ね。そうですね。一応決まっております。いや、そうなんや。なんかステージに上がる意気込みじゃないですけど、なんかあったりするんですか？うん、その半年ぶりに立つわけじゃないですか？うんうん、なんか変な言い方したらそのライブやってた頃ってなんかもうステージに立つのが当たり前じゃないですけど、うんうん、そうね。なんかライブする？うん。前提でなんか毎日を過ごしてるっていうわけじゃないですけど。うんうん なんかライブする方が珍しいじゃないですかもう今となったら、うん、なんか気持ちのあれがあがったりとかかすするんですかいや俺個人的には、はい、基本的にはそのステージに立つ瞬間まではいつも通りでい,いこうっていうのはある。特になんかあんまり意識せずに。 いつも通りやろうっていう気持ちではいくけど多分ステージ立った瞬間またそれもなんか変わってくるなっていうのは分かるこの間「サムライ」でもやっぱりなんか違ったよね久々のライブってうんなるほどなそれはまあ明日の出だとこ勝負ってことなんす正直そうねまあいつも通りやればいいやろうっていう気持ちではいくけどちょっとね という気持ちになるかわかんないですね。ね<ー>ステージ上で。や、は。はね、でもシンプル楽しいからな。そ,そうですね。<laughs> そりゃそうですね。<laughs> いや、やっぱやってないかったらやってなかったらでやっぱなんかそのライブ一本に対する思いみたいな、うん、もう思いうん、うん、思いでしかステージ危ないじゃないですか。まあ,まあ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 そう、ね。 うん、正直そうあなんかそういうのを踏まえて明日決めてくれて、うん、この日一本のためにこうしてくるよってことを思ったら、うん、なんかもうグッと来てるんでグッとくるのは早いかなグッとくるのは早いですね <laughs> 本当にでもなんかもう本当に僕もめっちゃ明日はリラックスして。 もう本当に一日楽しうん、うん、個人的に本当普通に自分が楽しみなんでそうねうん、うんうん、なんかも、ま、う、あそ,ね、ああそれこそカメフェスやってた時とか同じ気持ちやったんじゃないかなって思いますね多分ほんまに一緒やと思うわなんかね当日来るまではさそのお客さんの入りだったりとか、うん、なんか演者がどうこうとかさ、あのーうん、その日全体どうなるとかなんかそのライブに対する自分ら自身も うん、なんか向かってそれこそ CD も用意してどうしようとかっていう、うん、なんか準備の期間の方がめちゃめちゃ長かったですけど、うん、もう実際まあ明日まで迫ってきてしまったらもうすることないっすよねまあまあそれはそう本当に <laughs> <laughs> でも,もうめちゃくちゃ楽しみですからねまあ、まあ、マジでう楽しめばいいと。 思いますよ。ね本当にそんな風にお客様思ってくれたらいいなと思ってますね。うんうん。まあたの間違いなく楽しい一日になるでしょう。ね本当にありがたいですね。あとね、C D も素晴らしいので皆さん。いやあ、りがとうございます。ありがとうございます。T シャツの方もできたんで、ぜひとも。あ、そうですね。ああ、でなんかボイラーも T シャツあります。あ、そうあの T シャツよ。あの T シャツはい。ちょ聞きたいんですけど。 はい、少佐全部曲あのー、そのボイラーが新しい T シャツを明日は出すじゃないですかあ<ん>でそのバックプリントで今までの曲の歌詞のワードをつなぎ合わせて文作っとるんじゃないですけどなんかまあとりあえずワンワード乗っけてなんかあの T シャツ作ってますよみたいな感じじゃないですか、はい、でそれのやつがあの全部わかるんですかどの文がどの曲って。 で、そう、俺が。はい。俺が個人的に。わかるよ。それはわかるよ。マジ?。マジで?。え?。マジ?。わかるよ。なんで、なんで?。自分の、自分の曲やで。自分の曲ですけど。全部わかるんですか、どれがどのやつって。いや、わかるよ、さすがに。ええ?。なんか。そんな。そんな変な、変なとこ切り抜いてないよ。そんなことないよ。変なこと切り抜いとるよ。 結構真剣にやったよマジでこっちとら3年間サポートさせていただいたのにまあまあ分かんなかったよあでも結構なんやろまあ古い曲もあるからうんうんうんマジで1曲ま曲まる歌って分からんかったりとかしねあれないなないなみたいな。 <laughs> あれすごい,いやけじゃあ一個だけ聞いてもいいっすかはいあの「大好き」って何の曲大好き何大好き大好きビックリマークそう「大好き」って T シャツに書,かかい,書いててワン,ワンフレーズでね嘘じゃないそれってうんないやろ「大好き」が入ってる曲なんかありますか <laughs> あれ、あるある、もしかして。あるよ。あ、聞こえた。大丈夫。あ、大丈夫。大丈夫。あるよ。え、あります。ヒント教えて。あるけど、ちょっと待って、俺も出て、出てきて。いや、出た。嘘や、嘘や、嘘や。いや、あるの。あるよ。で、その、その感じもめちゃくちゃわかるっすよ。これなんかの曲で。知っとる。メロディーライブをふんわりと撮きてみたいな。 そう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 メロディーも出てきてんねんけど全然一致せんかったりするんですよ、ね、あれえ古い曲あるあるまあまあうん、うん、最新最新ってほどではないえー、あんなんやろうな <laughs> えちょっと待って 大好きって言ったらあれよなえあれよなえちょっと待って出てきそうで出てこない <laughs> いや本当に本当にそんな感じを狙ってんねんってこれはあーなるほどな <laughs> そうなんか何やろ気になるみたいなそを狙ってるからあ完全にこれ何の曲なんやろっていうのがめっちゃありすぎて。 うん、多分<う>それをもう完全に狙ってるよね。そうね、そうやつやつの術術術,術中にはまるっとるけんさ、<laughs> そう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 。もうなんかそれはそれで悔しいよね。<laughs> 悔しい,いや。本当に。答え合わせしたいよね。答え合わせしたい。いや本当、かい次回答編であるし,してくださいよ、出してくださいよ。ああ<ー>。その、ね、そのワード順に。

どうししても欲いいみたななな感じになるわうん,、うん、なんかねほんとそういうセンスがないんですよ僕うん、うん。なんかこの,この凝った感じもう何でもええやんみたいな感じになるんですよ僕どっちかっつったら。ドーンってドーンってドーンしとったらええわみたいなことになるんですけど。まあまあそれがマイベスらしくて。ああさほんとにもうすごいっす。そうなんか その大胆さも繊細さも両方備えてる感がいいっすよね。めちゃくちゃ褒めるやん。いや、うん、いや,ーねーいやい多分これが一緒にギュンちゃんも入って話とかなんかやったらもう全然そんな気はないんですけどいないんでなんかスッっていろいろでき言えるっすよね。相手が詳細やし。うん、っていうところはあるっすよ。なるほどねそうでなんかそれこそこの前たまたま茨城でも一緒にライブさせてもらって。うん うんうん、その時にあの「スプリットのわさこら」の CD もゲットしたんですよ「これ枚,<ー> 2> 2枚だけ<ー> 2>, 2枚だけ渡すわ」っつって言われてもらったんでうん、うん、そのわさこらの CD も明日だけ、うん、ってわけじゃないですけど明日あの発売できるんで、うん、その僕らの CDT シャツでそれこそボイラーの新しい物販とか。うん でその2組のねスプリットの CD とかもうどれもいいんでやっぱし僕らだけでもなく他かのバン出てくれるバンドさんとかもそうな、うん、やしなんかね,ね何かきっかけで知れていいなって思えたもんがあったら、うん、ぜひとも手に取ってあげてほしいなと思いますね。い、うん、いやそそうねうねねんんん <laughs> ですんそうごめななさい、ね、なんか いやいやいやこちらこそ。翔さん、やっぱ昨日の夜取るべきやったわこれ。あ、そう。はい。いやまあまあいいっすよ。こちらとしては全然いいっすよ。あ、本当。本当。本にいいよ。そちらが良ければ。僕らは全然。僕らは全然。問題ないです。全然大丈夫です。いやもうなんか幸せを分けてもらえた感じ。いや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 でもないですよ。 本当に。っていう感じでもうやばい時間がやばいわ。まあまあ話しゃいました。長すぎるわ。まあまあ話しいましたすいません。とんでもないです。とんでもないです。というわけでじゃあ明日ね改めて11月26日中野ムーンステップでマイフェス。はい。楽しんでこいよ本当にね。えっと15時 そうすね、14時半オープンの15時スタートですね。突発が…そうことです。ける。ぜひ頭から頭から遊びに来ってください。うん当にもう絶対最高な一日になるんではい。もう最高の一日っていうか俺前日から最高やしもう。うん。っていうぐらいな気持ちになってるんでお時間ある方はぜひとも遊びに来てください。はい。

ほらおいしっきり失敗した失敗した何の失敗なのかもわかんないし,しいいもう大丈夫このままいきますはい、はい、このままいきます、はい、ほらみなさんま、はい、さこさんささささ<ー>やらしてくれよも。<laughs>